どうするか、これ延長するか。延長チケットまだ45万あるから。うわ、延長しちゃった。みんな最高課金いくらしたことあるのかな？ああ。すっごい課金する人もいるよね、世の中にはね。でも顔出すか？大丈夫かな？俺風呂入ってないけど。暗いから目立ちにくいかな？大丈夫か？うわ。岩井爆走 A 版。あ、俺本当に A 版だったの。あ、KP44 化です。ゼロナインさん。本当に A 版だったんですか、あれ。なんか A 版って騒がれてたけど。本当に A 版だったの、あれ。なんでなった？え、なんか、誹謗中傷とかって聞いたけど。よいしょ。あ、本当に A 版だったんだ。それはなんで確定したの？その A 版だって。なんか、あのさ、A 版になったかなってないかってさ、結構なんていうの、本人の自己申告みたいなとこあるじゃん。だからなんかほら結構嘘つく人はさ、A 版になってないのに A 版になったとかって嘘つく人いるじゃん。で、なんかこう、実は A 版じゃないでした、てへーみたいな感じでやるとなんか閲覧枠からみたいなんで。なんでその A 版が確定したんですか？よく運営もバンしたよね。A 版。なんだかんだなんか、稼ぎすごかったからさ、ツバニャンって。なんか、なんだかんだバンされないんだろうなと思ってたよ。まあ、バンはあっても、A 版はないんだろうなと思ってた。だってめっちゃ稼いでなかった、本当に後半の方。かなり稼いでたよね。多分月何百万とか言ってたんじゃないの？で、月何百万行くってことは、そんだけ運営も中抜きできてるってことだから、運営にも相当売り上げ、貢献してたわけじゃん。はっきり言って結構痛いと思うのよ。ツバニャンいなくなるのって。運営からしたら。だって結構稼ぎ頭なとこあったじゃん。その一人いなくなるのって結構痛いでしょ。よくバンしたね。まあ A 版が本当だったらだけどさ。よいしょ。ああ。大山ちゃんがいるから、運営より。あ、そういうこと？いや、にしてもだよ。にしても、一応いさせといた方が、売り上げは多くは見込めるんじゃない？言うても。水なんかうまい。あ、でも、結構慣れ、なんか、水、美味しい水を常に飲んでると、結構慣れるよ。あと、最初感動ありますよね。さすがにちょっと感動失せてきたけど、最初飲んだ時水ってこんな美味しいんだみたいな。あと冷たい水が好きな時に好きな量飲めるっていうのはいいかもしんない。あー、遠く目の方、仮想大賞やったー！ありがとうございます。ありがとうございます。
運営は本当は聞いたくなかったけど、やらかし多すぎて、泣く泣く唾には来て、まあ多分そういうのはあるだろうね。うん。絶対いなくなったらきついでしょ、運営も。きついっていうか、まあ痛手ではあるでしょ。うん。あとなんかね、水を飲んでると、なんだろう、その、あれよ。なんか体にいい感じがするのもある。売ってる水と味違うの。いや、でもね、これマジでね、市販の美味しい水あるじゃん。市販のなんかこう、いい水売ってるじゃん。スーパーとかコンビニとかで。ペットボトルとかで。あれよりも美味しい気がするんだよ、なんか。うん。あれよりも美味しい気がする。あと気のせいかもしんないけど、なんか水を飲み出した時の方が、体になんかこう健康感がちょっと生まれる気がしなくもない。これ気のせいかもしんないけど。だから毎日こういう水飲んでると、なんかちょっと健康になった気がしなくもない。いや、なんかなんとなくでしかないんだけどね。うん。気のせいかもしれないけど。気のせいかな。まあ、プラシーボ効果みたいなやつだね。水飲み始めてから広末涼子に似てる。え？僕が？今のサーバープレミアムウォーターっすね。あの、ウォーターサーバー界でトップの業者っすよ。プレミアムウォーター。2位の、業界2位の業者よりも2倍以上売り上げがあるんですよ。売り上げっていうかシェア率が高いの。うん。すごいっしょ。すごいっしょ。すごいっしょ。すごくないっすか。まだダイエット中。まあ一応ダイエット中ではあるんだけど。ウォーターサーバーリッチ。あのね、ウォーターサーバーやってるとリッチとかってイメージあるかもしれないけど、別にそこまででもないですよ。うん。一時より、一時期より本当痩せた。いや、本当ガチでダイエットしてるんでね。まあ4日前ぐらいからなんですけど。でも2キロぐらい痩せたからね、一気にね。いやー、課金アイテム来月まで待って。本当ですか？どういうこと？じゃあ来月になったら投げてくれってこと？本当かー？これ誰ってか、タヌキでコメントしてるから誰だかわかんないんだけど。だから今まで投げてくれた人が言うんだったらまだなんか信憑性あるんだけど、一回も投げたことない人が言われてもなんか絶対嘘じゃんってなるんだけどね。本当かな？タヌキだから誰がコメントしてるかわかんないからな。そうじゃない？なんか課金してくれてた人がさ、なんか今度課金するねって言ったらなんか本当っぽいじゃん。一度も課金したことない人が来月課金するよって言われてもなんか嘘っぽいじゃん。あー、ちょ、ロールランガラ、いやだー、お顔出してくれたので、プレゼント。いやだ、いやだ、いやだ、アラブの、石油王、ウィンドウズ、ビル・ゲイツ、ソフトバンク、沢まさし、いやだ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 ー、コジラに遊んです。コジラに遊んです。コジラに遊んです。やったー！ありがとうございます。やったー！ツイキャス民だから、ふわっち使いにくい。あ、ほんとっすか。でもなんか、コメントの感じは似てますよね、ツイキャスと。うん。なんじゃそのコール。あのなんか、和田アキ子がヒットしてるらしいっすよ、今。ヒットっていうか、和田アキ子の新曲が今バズってるらしくて。
踊らにゃ損ですっていうなんかやつ、まあ、夜な夜なダンスっていうタイトルな、あの、曲名なんですけど、踊らにゃ損ですって、サビのところでなんか歌うんですよ。知りません。俺2日前ぐらいに知ったんですけど、昨日だったっけな。うん、森はなんで毎月300枚以上も飛ぶの？え、そんな飛んでるんですか？まあ純粋に投げる人いるからでしょ。あ、そんな飛んでるんだ。300枚以上投げられてんの。うん。マジか。うわ。大山ちゃんが伸びてきたね。この人、今月バースデーだからね。すごい。今月も結局この人がマンスリー1位なのか。今イベント参加してるからどかっていくんすかね。あんだけ投げられ続けた人のさ、誕生日好きってどんだけ投げられるんだろうってのは正直興味あるよね。面白い。いや、面白くはないでしょ、別に。俺は。なんか、チラってたまーに覗くときあるけど、別にその、配信が面白いからとかじゃなく、よくこんなみんな投げるなと思ってたから、誰がこんな投げてるんだろうっていうのが純粋に気になってなんか見てるだけなんだけど、投げられ方と。めったに見ないけどね。うん。コメしてみて、大山ちゃん。いや、コメントなんかしないよ。うん。コメントなんかしないですよ。うん、なんかさ、なんていうの。これ、まあ俺ずっとなんかそれはこだわりがあるんだけど、なんかこう投げられてる配信者のなんか枠でコメントしたくないのよ。ずっと言ってるけど。うん、だから結局なんかこう投げる人いるかいないかで稼ぎ変わるから、で、俺のこと知らない人っていないじゃん、もう、今言ってしまえば。うん、俺のことをふわっちで知らない人なんて基本いないじゃないですか、どう考えても。だから、まあ、俺がコメントすることによって、あ、関慎吾来た、笑うみたいな多分なるから。うん。で、そうするとなんか、まあ、要するに、ちょっと俺が注目まあ、コメントする配信者が注目されちゃうじゃん、そう。なんていうの、知られてる配信者っていうか。で、それで、なんかそこに投げてる人が、それきっかけで俺の枠来て投げたりとかしだしたら、なんか、それってなんかあんま気まずいというか、ちょっと嫌じゃん。なんか、まあそれこそなんかさ、よく言う、なんかこう、まあ花火師取ったとかっていう、なんかそういうような感じになるじゃないですか。それがなんか俺嫌なんで。だから俺は投げられてる人の枠では絶対コメントしないの。うん。そういうのが嫌だから、もうめんどくさいから。そういう人間関係が。うん。まあ、花火師って言い方も好きじゃないですけど。うん。うん。正吾って人も謎めっちゃ投げられてる。ああ、なんかね、この人もいますよね。うん、なんかこの人、先月ぐらいかなから、なんか、非エントリー制の方のイベントで結構すごい投げられて1位になってたよね、総合の。で、今月多分イベント参加してるんだろうね。とんでもないよね。まあ、謎っていうか、まあ純粋に投げる人いるかいないかなんだけど。閲覧はそんなにないもんね、この人ね。閲覧前見た時って10いくつとかだったよ、確か。うん。質問なんで、慎吾さんはおすすめ最下位なんですか？何おすすめ最下位って。あ、おすすめ欄ってね、運営が独自のなんか算出方法で、AI で多分管理してるから、どういうそのなんかシステム組んでるか知らないから、それは知らないですよ。うん。
そもそもおすすめ欄に出るか出ないか、あ、出ない人もいっぱいいるじゃん、多分これ。うん。まあ、おそらくなんだけど、自分が普段見る人が多分おすすめ欄に出るんだね。で、あとはその普段見る人の配信を、見てる人が他の人、この人をよく見てますよっていう、なんかそんな感じで多分、おすすめ欄が多分決まるんだと思う。だからそれを多分うまく運営が AI で組んでるんだと思う。多分。うん。おすすめって数多くね。多分おすすめ欄って自分がフォローしてる人って出たっけ？出なかったっけ？もう覚えてないけど。ハロウィンはまたコスプレします。いやだからもう行かないからね、その渋谷とかは。まあ一応感染者減ったとはいえ。2年前、3年前。まだコロナが騒がれてない時は最後、窓マギの窓かのコスプレして行ったと思うんだけど、ハロウィン、渋谷ハロウィン配信やったけど。まあでももうさすがにいくらコロナが減ったとはいえ、もう、まだ一応ね、そんな無意味に出歩くのは良くないと思うんで。しかも人集まるかもしれないしね。だからまあ行かないですよね、渋谷には。あれ何なんだろうね、いつから渋谷に集まることになったんだろうね、あのハロウィンって。なんで渋谷なんだろうね。誰がさ、あれ、誰かが一番最初になんか集まってやったんだと思うんだけど、あれ何なんすかね ?20 年前が、え、そんな前からなのあれ。あれ何がきっかけで、なんか渋谷といえば、ハロウィン、ハロウィンといえば渋谷で集まってなんかバカ騒ぎみたいな。いつからあれだったんだろうっていう。ギャルの聖地だから、あ、そうなんすか。あ、いや、ギャル自体が普段からハロウィンみたいなもんだからってこと。ギャルのメイクが普段からハロウィンみたいなもんだからってことなの。はぁ、あ。あれマジ何なんだろうと思う。渋谷のハロウィンってマジで謎だよな。迷惑以外の何者でも。マジでやばかったよ。俺もさ、渋谷のハロウィン配信やったけどさ、本当にやばかったよ。なんかみんながさ、なんか爆音かけながらさ、わーっしょいわーっしょいとかつって、なんか変な、なんかすげえノリのいい音楽かけてさ、みんなが周りでこうなんか集まって、わーっしょいわーっしょいとかつって、飛び跳ねてんの、これ。なんだこれみたいな。なんだこれみたいな。あとはなんかさ、あれですよ。すげえ軽トラが来てさ、軽トラが来て、なんか軽トラで運転してるなんか兄ちゃんが、なんか窓を開けて、おいお前ら乗れーとかっつって、あの後ろの荷台に乗れーとかっつって言って、みんなが乗り出すんだよ。乗って音楽バゴンで、わーっしょいわーっしょいとかっつってやってる。あれやばいよね。その後なんか、トラックをさ、トラックをひっくり返すんだよね。あれやばいよね。なんだろうね、あれね。あれやばいっすよね。あれ何の儀式なのかな、みたいな。まずさ、まず知らない奴らにさ、自分のトラックの荷台に乗れの意味がまずわかんない。意味わかんなくないですか？なんで知らない奴らにトラック、軽トラのさ、荷台にさ、乗れって言い出すのかがまず理解に苦しむ。どういうことなんだろうみたいな。どういうことなんだろうみたいなね。
あれ何なんだろうね。あとさ、俺がさ、普通にさ、渋谷のハロウィンいたらさ、普通になんかさ、あれ爆音で、なんかこう、ウーハーとか積みまくった車がさ、ブン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 言いながらさ、なんかこう、道路に向かってなんか投げてんのよ。バーって。で、なんだと思って投げて、なんか投げてるから、それ見たらおかしいな。一応ハロウィンなんだと思って。うまい棒とかチョコとかなんか配ってんのよ。なんか投げてんのよ。うまい棒とか、チロルチョコとか投げてんの。ちゃんと、一応ちゃんとハロウィンしてるんだとか思って。すごいよな、あれな。で、普通に YouTuber とかがさ、なんかハロウィンとか、ハロウィン配信とかするのよ。ハロウィン配信とかしてる YouTuber いるじゃん。で、それでハロウィン配信をしてる YouTuber がいる片隅で、ハロウィンが終わった後に、ヒカキンが、ね、渋谷のハロウィン汚くなったね、とかつって言って、なんかゴミをなんかこうやって、渋谷のハロウィンが終わった後のゴミだらけの渋谷を、片付けるっていう。そういう配信をしてた。そういう動画をしてた。うわぁ。ヒカキンうまいなぁと思って。本当に。イメージ上げてくるなみたいな。好感度上げるよね、本当に。あららにゃむさんありゃっす。お菓子屋だっす。お菓子屋だっす。これこいのパクリやろ。これこいも誰かのパクリだけど。いや、それは知らないけど。どうなんだろう。まあ、結局誰かのパクリなもん多いよね。はじめ社長のコーラメントスブロだったら海外の YouTuber のパクリだからね、あれね。あれもパクリだから、そもそもは。渋谷ハロウィン。いや、もうすぐでもハロウィン、今年どうなるんですかね？ハロウィン、渋谷の。なんか、あれですかね。なんか、渋谷市の偉い人が、ハロウィンで集まらないでくださいって言ってた気がするけど、今年も。今年も言ってた気がする。渋谷市じゃない、渋谷区ね。今渋谷市って僕言いました。渋谷区ね。集まるのかな、どうなんだろう。ね、去年はなんかなんだかんだでそんな集まんなかったらしいよね。去年はもうほんとコロナ真っただ中で、そんな集まんなかったらしいけどね、去年は。いや、今結構感染者減ってきてるからどうなんだろうね。なんだかんだ集まんのかな。去年はなんかそもそもなんか警察とかがなんか、あれだっけ、やってたんだっけ、なんかそういう通行止めみたいな。誰か帰省する人がいればまた変わって、多少は変わってくると思うんだけど。どうなんやろうな。
ハロウィン。でもさ、渋谷のハロウィンに来るさ、女子いるじゃん。で、露出が高めな女子もいるじゃないですか。コスプレとかして。なんか、いける気はするよね。確かに、ああいうの見ると。なんか、いける気はするよね。実際いけるのか知らないけど。だって、あんなのちょっとナンパ待ちみたいなとこもあるんじゃないのと思うよね。まあ、知らない。実際のとこは知らないですけど、いけるのか。あんなのちょっとしたナンパ待ちでしょ、だって。そういうつもりではないんですかね。どうしよう。ちょっと一回終わるか。まあ、またやると思うけど。話すことがなくなってきた。話すことがなくなってきたのと疲れてきた。超絶イケメンのナンパ上手だったらいけるんだろうね、全然ね。いける女はいけるだろうね、あの渋谷のハロウィンに集まるやつは。お疲れ様でした。まあ、またやると思いますけど、ちょっと時間あけて。慎吾君、今まで付き合った娘で一番可愛かった人教えて。付き合ってはいないけど、ひなりちゃんって子とリーラタンって子がすごい可愛かったな。究極可愛かったな、あの二人は。こんな可愛い子って、世の中に存在するんだってぐらい可愛かった。アイドルなんかより余裕で可愛かったもんな。俺普通にアイドルとか何回か会ったことあるんですけど、地下アイドル的なやつだったら。あの、案件とかでね。そんなアイドルとかで全然可愛かったもんな。たぬき米しやすいっすか。パラサイトイブの解説見たから1の2のでも見ようかな、また。あ、そういえばさ、来年のドラゴンボールの意外なキャラが活躍するってやつはなんかピッコロらしいよね。来年の映画のドラゴンボールのなんか次の映画は意外なキャラが活躍するっていう話だったじゃん。なんかピッコロらしいっすよね。ピッコロってさ、もうセル編ぐらいまでですよね。活躍したの。あの、セルの第一形態ぐらいまで。それなりに活躍の場があったじゃん、ピッコロって。あのね、サイヤ人編でもさ、まあ、ご飯すくったり、あとあの、カカロットが来る前は一番の戦力だったし、あと、なんだろう。まあ、ラディッツ編もそうだしね。ラディッツもあの、ピッコロいなかったら倒せなかったじゃん、あれ。で、あとは、あの、フリーザ編でもネイルと融合して、第二形態のフリーザ圧倒してたからね。第三形態でボコボコでしたけど。で、あと、セル編でも、あの、一時ね、そう、17号の時と、17号と互角だったんだよね。ただ、スタミナが、
切れるから、ピッコロの方は17号は無限のエネルギーのやつだから、スタミナの差でちょっとピッコロが劣勢なんだけど、でもスタミナ以外はもう互角みたいな感じだったもんね。で、あの時ってまだほらピッコロが一番強かったじゃん、その時。普通にスーパーサイヤ人にもあれ強かったからね。で、そのなんていうの、その味方になって、なんかピッコロが本当活躍する瞬間ってさ、セル編までは一応あったじゃん、第一形態のところまでは。もう第二形態以降はもうただのもうカマセイヌでもないけど、何の活躍する場所もなかった。うん。もうブー編ぐらいからもうただの雑魚みたいな扱いだったけどさ。うん。いきなりもうダーブラに石化されるからね。うん。あ、ということでね、一回この枠で終わります。まあ、またちょっと時間を変えてやると思いますけど。ネイルと融合してフリーザと戦いの子でしょ。ってか、フリーザさ、そのさ、ピッコロがさ、神様と融合さえしてれば、フリーザも倒せてるぐらいの設定だもんね、あれね。うん、ということで、一回お疲れ様です。スーパーサイヤ人よりも強かったっていう。どれだけもともと強かったんだよっていう。まあでもピッコロがね、修行して、神様と融合したからの強さではあるらしいけど。お疲れ様です。